在ですね、肥満糖尿病の人が非常に増えてきて、でその結果ですね、睡眠時無呼吸症候群、こういう病気が増えてます。でこれはこれまでドックにあまり馴染んでなかったんですけれども、新しくですね、非常に簡易に測定できる、無呼吸の測定機械、これをですね、ドックの中に取り入れて運用していくということを進めております。だそういうことで、睡眠時無呼吸の方、これやはり例えばドライバーさんなんかですとね、事故を起こしやすいとか、会社員の方でもですね、パソコンの前ずっと座ってると、そういう方はつい眠りしちゃうとか、作業効率落ちるんですね。だそういうものを早く見つけて治療して差し上げようということで、それを現在進めている、導入したところです。それからその他にはね、マンモグラフィーですね、そういう乳腺の診断機械についても、それは非常に力を入れておりまして、そういう機械だけではなくて、職員のですね、そういう研修も非常に力を入れてやってるというところですね、はい。それは2点ありましてね、一つはここの特色として、ただ検診を受けるだけでなくて、その日に結果が分かったもので、例えば血糖が高いですとかね、血圧が高い、あるいはコレステロールが高いとか、そういう異常があった場合はですね、一つの点に絞って、非常に短い時間ですけれども、看護保健師栄養士が指導してます。これワンポイントアドバイスって言ってますけどね、これは誰しも保健師がやったらできると思うんじゃなくて、この署内で研修を行ってですね、これを十分その説明が短い時間にできるという人を認定している、その認定資格にしておりますので、それの研修をやっているということですね。それから先ほどのマンモグラフィーとかの話ありましたけれども、結核予防会というのは、これは全国に支部がありましてね、全国46都道府県に、そうしますと、そこの人たちを集めてですね、レントゲンの取り方であるとか、あるいはマンモグラフィーであるとか、超音波の検査であるという研修をですね、やっております。で、ここの職員はもちろん参加しますし、この職員の主だった人たちはですね、その講師として、全国の研修をやっているということで、そのような技術的な向上にはですね、万全を尽くしていると、そういうつもりであります。先ほど申しました通りね、結核予防会っていうのは、これは全国の組織ですので、全国のその組織のいわゆる支部ですね、支部の方々と協調してやってます。どういうことかと言いますと、例えば東京に本社があって、大阪とか名古屋とか札幌とかですね、そういう支社がある場合もですね、その結核予防会の検診センターの、いわゆる支部が同一の検査をね、同一の価格でやるということでやっておりますので、そういうふうな全国的な展開をやっているということは一つあります。